メイクリンゲンはドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトゥットガルト地域及びシュトゥットガルト大都市圏に含まれる。人口1万千人以上のこの町には他に地区はない。メイクリンゲンは郡庁所在地ルートビヒスブルクに隣接する高度277メートルから309メートルの 肥沃なランゲンフェルトに位置している。この土地は、ネッカーボンチの首都ローゴイに含まれる。町の中心部は、ロイデルスバッハの東の市脈の水源付近にある。その北東でフルトバッハ側が、市街地の西端で、オーベラーロイデルスバッハ側が合流し、レン民側ン2に付近でエンツ川に合流する。メイクリンゲンは、北は、アスペルク、東は、 軍庁所在地ルートビヒスブルクのプフルークフェルデン市区、南東はコルンウェストハイム、南はシュートシュトゥットガルトのシュタムハイム地区、南西はコルンタールイコールミュンヒンゲン、西はシュビーバーディンゲン、北西はマルクグレー人間ンンと境を接する。メークリンゲンとシュビーバーディンゲンとの間に中世後期に放棄された村フェイインゲンがメークリンゲンと、 マルク・グレー人間との間のロイデルス・バッハ川沿いにはもっと以前に放棄されたマウルブロ入植地がある。州統計局の2018年現在のデータによる。1682年の森林大帳にアンドレアス・キーザーによって描かれたメイクリンゲン・メイクリンゲンは1275年のコンスタンツ市教区の文書に初めて記録されており、百七十八年にはアスペルク博。 ウルリヒの文書にメギ人間と表記されている。当時すでにこの村には教会があった。13世紀にはメイクリンゲンは大部分が中ビンゲンアスペルク宮中博の支柱にあった。残りの部分は1308年にビュルテンベルク家に売却された。いくつかの荘園に関する統治権は当分の間バーデン返境博が保持した。 ビュルテンベルク博はこの村を何度も七入れしては取り返していた。30年戦争中、特に1634年頃に住民130人のうち32人が死亡し、111件の建物のうち22件がほぼ全焼した。その後の継承戦争でメイクリンゲンは再び甚大な被害を受けた。フランス軍が町役場を含む十五棟の建物を破壊した。 1831年の農場地図1523年の文献で存在が確認されるアスペルガー通り18番地のメイクリンガー水車は当時コンラートミューラーによって管理されていた。1561年にミュールバッハと呼ばれ、現在は一部が暗渠化されているウンテラー、ロイデルスバッハ側はもともとは牧師館の元に設けられた別手に水を供給していた。 短い区間集落内を通った後、プフレークフェルデンから来たフルトバッハ川がロイデルスバッハ川にウガン川から合流する。この後川は水車を駆動するに十分な水量となる。さらに17世紀には、方園アスペルク要塞に火薬を供給するために、メークリンゲンにプルファーミューレが設けられた。この要塞は30年戦争中、おそらくは1634年に、 皇帝軍によって包囲された際に破壊された。1662年に、ビュルテンベルク港エーバーハルト3世は、マルクグレー人間近郊の、より水量の多いグレムス川沿いに、ブルファーミューレを建設させた。穀物製粉業者、カスパージクリンは、ビュルテンベルク港エーバーハルトルートビヒの命令によって立ち残され、その水車があった場所に、新たに建設された、ルートビヒスブルク宮殿に、 飲料水を供給するための用水場が設けられた。周辺の様々な水源からの水が貯水槽に集められ、列車の水道等に組み上げられた。港には当然保証金や賃金を支払う義務があったが、これを行わなかったため、関わった数人のメークリンゲイン住民は貧困に陥った。10年後、ポンプの能力が低かったことや、運用コストがかさむこと、 管理上の不備によりこの施設は稼働を停止した。これにはサボタージュも関係していたとされる。1743年に再び建設された穀物水車はロイデルスバッハの水量が乏しく経済的でなかったために何度も所有者が変わった後、1904年に廃止された。メークリンゲンは14世紀以降ビュルテンベルクのアムとグリュー人間に属し、 1718年からは1807年に廃止されるまでオーバーアームとグレー人間に属したが、1762年からはオーバーアームとルート・ビヒスブルクと交互に帰属した。こうした状況は、1806年に成立したビュルテンベルク王国での新たな行政組織化においても変化はなく1934年まで継続した。1934年にオーバーアームとルート・ビヒスブルクは、 ルートビヒスブルク軍と改名された。夏時代のビュルテンベルクの行政改革によりこの町はルートビヒスブルク軍に属すこととなった。この村は第二次世界大戦後アメリカ管理地区の一部となり、このため1945年以降は新設されたビュルテンベルクバーデン州に組み込まれた。この州は1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州となった。 1916年から1975年までメイクリン園にはオーリツビュルテンベルククニュー鉄道が開通させたルートビヒスブルクからマルクグレー人間への路線の駅があったこの路線は2002年までは特別列車が利用していたがその後廃止されたこの地の境界法は15世紀にシュトゥットガルトの兄弟団を経由してシュトゥットガルターホスピタルに設けられた この病院は19世紀まで病院の農場や被災官の所有者であった。1535年からのビュルテンベルク港、ウルリヒによる宗教改革の影響でメークリンゲンもプロテスタント化された。現在もこの町は福音主義が主流である。この他に固形権派協会ベスサラビア協会がある。この2つの協会は地方協会と密接に関連している。 ローマイコールカトリック教会や福音主義メソジスト教会もある。新首都教会は2007年11月末に閉鎖された。30年戦争以前、この町は人口130人の小さな農村であった。1858年の人口は1136人であった。主に1960年代の大規模な住宅地。 列車の開発によりこの町の人口は飛躍的に増加した。メイクリンゲンの町議会議員は22議席である。町議会は選出された名誉職の議員と議長を務める町長で構成される。町長は町議会において投票権を有している。この町の紋章は同時に斜め十字に組み合わされた上下逆無き銀の鶴橋と銀のカラスき。 その上に八本スポークの銀路は、町の旗は白から青である。紋章と旗は1967年6月22日に認可された。パンクラティウス協会外の中心部から 1km の距離にある連邦アウトバーン A81 号線のルートビヒスブルク南インターチェンジにより、メイクリンエンはアウトバーン号に接続している。隣接市町村との接続には、 修道や群道がある。メークリンゲンは廃止された鉄道ルートビヒスブルクマルクグレー人間沿いに位置している。シュトットガルトのシュトラーセンバーンの路線としてこの鉄道を再開する案は繰り返し検討されてきた。2014年現在、この軌道の一部では草が生い茂り、バーンホーフ通り沿いでは線路が撤去されている。このためこのルートを走行するのは困難である。現在、 駅舎を東海から守るために、転用先の探索が行われている。ハンフバッハシューレ軍立クレーブラッド養護ホームの、老人、介護ホーム、有限とフォーラム、受法及び、2018年に、歴史的な10分の一税倉庫からハンフバッハシューレの、新しい建物に移転した、図書館がある。この町には、ベルクレアルシューレ家庭を有する基礎家庭、 本家庭学校と養護学校及び基礎家庭学校がもう1校ある。時給の学校は丸くグレー人間及び周辺都市にある。この他に町立3園、福音主義教会運営2園、ローマイコールカトリック教会運営1園の幼稚園がある。さらに主体な教育を行う民営の幼稚園がある。 メイクリンゲンの水道塔この町の電力網とガス網はスーアグエネルギーエージーの子会社であるシナ GMBH が運営しているガス網はルートビヒイコールコルンウェストハイム都市施設 GMBH が運営しているメイクリンゲン町はすべての飲料水をボーデ電湖水供給会社から引いているランゲンフェルトの水道塔は鉄筋コンクリート造りの区体に大きな平皿を乗せた 構造の建築物として1965年に50万マルクを費やして建設された。この塔は高さ30メートル、直径は基部が9.60メートル、最小部が7メートル、最大部が15.50メートルであり、最大貯水量は400立方メートルである。建築家はアールケスラーである。下水の排水、浄化はグループ汚水処理場。 ロイデルスバッハ目的連合が担っている。この目的連合は1967年から3万5000エグの処理能力を持つ汚水処理場として稼働している。この目的連合に加盟しているのはメイクリンゲンの他にアスペルク、ルートビヒスブルク、マルクグレー人間である。2010年の出資比率はアスペルク15.55%、ルートビヒスブルクプフルークフェルデン16.3%。 パーセント、メイクリン人間ン31.5%、マルクグレー人間ンン36.65%である。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。VR バンクアスルクマルクグレ人間本社。 乗用車製造業者のスカニアはメイクリンゲンに生産工場を有している。また、ビュルテンベルクワイン生産者中央組合エッグもこの町にある。ウスソフトウェア AG は1977年の創業以来メイクリンゲンに本社を置いている。VR バンクアスペルクマルクグレー人間はメイクリンゲンに本社がある。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。